さあ皆さんこんにちはスノーボーダーの青木玲ですさあ本日もやってまいりました YouTube スノーボード大学のお時間でございますどうぞよろしくお願いいたしますさあ早速ですけれども本日お話しする内容なんですけれどもボード、バイン、ブーツ足元のメインのこの3点ですねこの3点をそれぞれ変えるとどんな影響が 出てくるかなっていうのをちょっと僕の経験から踏まえたお話をまたまとめましたのでさせていただければなと思います。この時期12月ぐらいから始まるシーズンに向けてもうそろそろですかねなんか「カタログ号」っていう雑誌まとまった雑誌が出たりだったりとか <laughs> いろいろな9月ぐらいに向けて少しずつですけれどもお店の方にアイテムが並び始めたりとか。 というふうふに来シーズンに向けての準備がいよいよスタートしていくんじゃないかなという感じなんですね。というのもジョイントハウスお店の方にいますとですね今年はお店に向けてメーカーから納品される時期が去年に比べるとはるかに早くなるよっていうアナウンスをしてくれてるメーカーブランドもあるんです。なのでぜひとも もうスノーボードの準備とかで情報をキャッチして楽しんでいいのっていうシーズンオフを過ごしていただければなと思いますそしてその一環としてボードバインブーツそれぞれを変えるとどんな影響が生まれるのかっていうところなんですけれどもまず板ボードの方からボードに乗りますよね乗っていきますよね ボードに乗るので板を乗り物っていう風にこれに乗るんだよねこれで雪の上を滑るんだよねっていうこの3点の中でも雪の上を滑るっていうことから考えていくとまず第一メインになっていいかなと思うんです雪の上を滑るからきちんと滑りやすい滑走面が使われているよただ滑るだけじゃなくて曲がったりもするから サイドカーブっていう構造で作られているようその中で切り替えっていうものをしやすかったりとかもっと言ったらしならせてジャンプっていうものをやりやすくしたりとかっていう形でキャンバー構造っていうものがあったり板のしなりっていうものが使えるようになっていくとこの板に乗っていく乗り物は何を基準に選んでいくといいかなっていうふうに考えるとここが雪質 雪と斜面状況っていうふうにまず考えていいんじゃないかなと思うんです。雪質大きく分けて柔らかいパウダーからしっかり締まった圧雪バーン圧雪バーンで滑るんだったらどんな雪がいいかな。圧圧雪雪ーンでもーで,ーンでももスキ場ゲレの 急斜面を滑るんだったらどんな板がいいかな緩斜面で初心者の人が操るんだったらどんな板がいいかなっていうふうに行きとか滑る斜面状況によって結構変えていってるもしくは変えていくと面白いのがこの板かなと思うんです。来年はカービングをしっかりやりたいからボードをちょっとカービングに進められたカービング用の板をちょっと乗ってみようっていうふうに ボードを選ぶっていうことをするとボードを変えると次のねスタイル乗り方のスタイルが変わるんじゃないのっていうふうにも思いがちなんですけどもそういった考えでももちろんいいんですがスタイルを変えて何をしたいのってなった時に今まで滑れなかったシャドウでも滑れるようになりたいんだよとか今まで気持ちよくカービングしてたところをもっともっと攻めたいんだよとかっていうふうにこっちの雪質とか斜面が変わる。 ようにこのスタイルも変化進化していくっていうのが結構自然かなと思うので今回はボードは乗り物なので雪質とか斜面状況にうまく合わせてあげるといいんじゃないかなという風うにまとめさせていただきますそして次のバインディングバインなんですけれどもバインディングを使って板を操っていくっていう風に今度なるかなと思うんです バインンディングすごく緩い状態でボードを動かすのとバインディングしっかり締まった状態でボードを動かすって動かす板の動かし具合が乗り物の乗り心地が変わっていくんじゃないかなと思うんですね。で乗ってるだけならまだしも乗りながらも板を道具のように乗り物って書きましたけども道具のように操ったり扱ったりしながらスノーボード全体的に幅広く楽しんでいくよっていう風になると。 このつなぎ方自分の足とメインとなるスノーボードの板がどういうふうにつながれているかなまずゆるゆるでつながっているよっていう状態なのかある程度カチッとしっかりとつながっているよっていう状態なのかによって今度このスタイル乗り手の動きっていうのが変わっていくんじゃないかなと思うんです。 ゆるゆるに繋がってるんだったら柔軟性のある遊びの多い滑りができるだろうしカチッと繋がってるんだったら俊敏なアクションを全部板に伝えていけるようなクイックなライディングっていうのがやりやすくなっていくだろうしっていうふうにボードを操る時のメインとなるのがこのつなぎ方であるバインディングになっていくんじゃないかなと思います。 でこのバインディングの種類が変わったりとかバインディングの締め方を変えることで足首の柔軟性可動域安定感みたいなものがいろいろ特化していけるのでそれらが乗り手のスタイルっていうところにつながっていくんじゃないかなと思います。 なので自分のスタイルって考えるとバインディングを変化させた時に一番このスタイルが変化するよスタイルっていうのは乗り方が変化するよっていうふうに考えていただけると嬉しいですで最後にブーツなんですけれどもブーツはあくまでも自分側っていうふうに考えていいんじゃないかなと思うんですねこれも書きましたけども乗り手側につながっているくっついているのがブーツで こっちのメインとなる乗り物にくっついてるのがバインディングででこのバインディングとブーツが密着するのがスノーボードの板を履くってよく言うことですよねじゃあこのブーツは乗り手側に対して覆ってくれてるもしくは頼りがいのあるものだったりするのでとにかくブーツには快適性を求めたりとか 快適性っていうキーワードでブーツ選んであげるのが一番いいんじゃないかなと思います逆に言うとブーツ変えるとこの快適性っていうのが結構変化するので気をつけましょうねというふうにも言えると思うんですねでこの快適性っていうのはブーツを履いた時に痛い痛くない痺れる痺れない、えー、当たる当たらないとかそういう快適性はも,もちろんありますけれどもスピード出してボコボコの斜面突っ込んでった時におしっかり頼れるブーツだなっていう 快適性ももちろん含まれてていると思ってください結構しなやかに操れる板に乗ってパーンクルクルクルってグランドトリックで7ぐらい回すをこのブーツだとちょっと硬すぎて7回そうと思ったけど5までしかいかないやじゃあ7回すためにはブーツをもう少し柔らかくしていくとやりやすいよねっていうふうに自分が目指すやりたいことに対しての快適性っていうふうに 考えやすすいいいんじゃないかなかと思いますもちろんですけれどもこの快適性がしっかりあることによってそれがバインディングにつながってその動きのスタイルとなっていってそれらが雪に向かって板がどう動くかもしくは板をにどういうふうに乗っていくことでこの雪を攻略するかというふうに繋がっていくんじゃないかなと思います。 今回はこのボードバインブーツそれぞれもし例えばね買い替えたらこれ1個だけ買い替えるってなったらこういうところがそれらの要素になるのでこういった部分が変わってきやすいですからぜひともこういったところを気にしながら1個だけ買い替える2つ買い替えるもしくは3つ全部買い替えたらこれらが全部いろいろ変化するんだなというところも頭に入れてこれから始まる。 カタログ号のリリースだったりとかいろんなメーカーの新しいアイテムの情報だったりとかをキャッチしていただけたら面白い12月シーズンが迎えられるんじゃないかなと思います今回は変えるとどんな影響が道具を変えるとどんな影響が出ますか板変えると有機室とか斜面に対して対応幅が広くなります バイン変えると自分のスタイルっていいうものが大きく変化しやすいですでブーツを変えると快適性が担保されることによって自由自在に動いたり動かせたりすることで自分のスタイルがより明確になっててやりたいことができるようになるから目指してた雪室とか斜面がクリアできるようになると。 一個一個こうやって分けて考えることもできますし最後言ったように全部つなげて考えることもできます基本的にはもうつながってるもんなので全部考えて頂ければ全部つなげて考えて頂ければいいんじゃないかなと思いますがもし一つだけ今年買い替えるんだよっていう方がいらっしゃいましたらこういうところを気にしながらチェックしてみてください。それでではまたたスノボーダーの青木した